今日ご挨拶に来ました。あ、なるほど。はい、どうぞお座りください。で、スバル座はじゃあでもこういう感じで覚えてらっしゃいます。そうですね。ああ、そこはさ、あの裏側の方がこう階段があってこっちから通れるのでトイレの方が一番向こうでさ。はあ、うんうん。で、ここのほらあのモギリの高橋さんのところの階段、うん、階段がほら、うん、ちょうど見えるでしょ。うん、そうですね。2階に上がれる。上がれるんです。2階からも見れるんですね。あのさ。こう上下がっていく、はいはい、こう中2階のど中2階で見れるになってでこう上下も上がれるし、はい、こうなってで、はいはいはい、独特な作りでしたよ。ということは中2階に踊り場みたいななんかちょっとなってますね。あ、そうだ、ありましたね。ああ、映画館としては変わった形。そういうことですね。そうですね、そうですね。うん、でさ、すごく大きくてモダンだ。あ、なんかさっきの藤田さんもモダンな感じの作りだったって、うん、でこのここのね、柱が見えるんですけど、うんうんうん、特徴ありますね。あの特徴ある、うん、あのタイルの丸い、もっと端の方かな、丸い柱が、うん、あこれですね、うん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 、これどうですか、覚えてますか。覚えてる。あ、覚えてる。あのタイルが細かく貼ってある。あ、やっぱりそうですね。はい、いや、じゃあやっぱりもう確実にここでしたね。今井さん、この映画館でもスケート場でもいいんですけど、うん、僕たち資料が欲しいんですよ。資料ということはどういう、要するにその時のあのスナップ写真から毎日通われたって言いましたよね。その時になんかこうちょっと撮ってみたとかないですか、ね、カメラ機能さ、私全然興味なくて、ああ資料としてそう、当時はもうスポーツをずっとされてて、スケート、あのスケート初めて来たことで、スケートって滑ったことなかったので、はい、